皆さん、こんにちは。近年、日本の自動車市場でトップセラーに君臨している車といえば、軽自動車で、中でも軽ハイトワゴン、トールワゴンが主力となっています。一方、360cc 時代の軽自動車には、今では見られないようなスタイリッシュなモデルも存在。そこで、今回は1970年代初頭に登場した軽スペシャリティカーをご紹介します。1. ホンダ Z。 軽自動車市場でのパワー競争のきっかけとなったモデルが1967年に誕生したホンダ初の軽乗用車 N360 です。そして1970年にはニーズの多様化に合わせ N360 をベースに開発した軽自動車初のスペシャリティカー初代 Z が登場しました。ボディは3ドアハッチバッククーペで、フロントフェースは N360 の後期型 N3 をベースによりモダンに仕立てた印象でした。また外観で特徴的だったのがリアハッチの造形で、黒く太い縁取りから水中メガネの愛称で呼ばれました。上位グレードのエンジンは N360 にも搭載されたツインキャブレターの 360cc 風冷4サイクル2気筒 SOHC で最高出力36馬力を発揮。1971年フロントに軽自動車初のサーボ付きディスクブレーキを採用し、5速マニュアル、ラジアルタイヤ、スポーツシートなどが搭載されたスポーツモデルの ZGS が加わりました。その後、同年12月には水冷エンジンに換装され、1972年のマイナーチェンジでピラーレスハードトップとなるなど、スペシャリティカーとしてのイメージの強化が図られましたが、ホンダは初代シビックの生産と改良に注力すると宣言し、1974年に Z の生産を終了しました。 2. 三菱ミニカスキッパー。1960年代の終わりには、軽自動車に対するニーズも変化して、高性能化が進み、軽自動車市場ではパワー競争が繰り広げられていました。そこで、三菱は1971年5月にミニカの派生車として、ミニカスキッパーを投入しました。外観は、スポーツクーペ、コルトギャラン GTO のデザインを彷彿とさせる流行のファストバックで、特にフロントフェースはコルトギャラン GTO と同じく丸型4灯ヘッドライトを配置した精悍な印象でした。ギア周りは斬新なガラスハッチのハイカットをフテールとし、さらに後方視界を確保するために日本初のスクープドウィンドウがボディ鋼炭に採用。また装備面も充実し、バケットシートやカーステレオ、ラジアルタイヤが装着されるなど、登録車に匹敵しました。その後、排出ガス規制の強化に対応するため、1972年10月に水冷4サイクルのバルカンエンジンに換装され、社名をミニカスキッパー4に改め、1974年まで生産されました。 3. ダイハツフェローマックスハードトップ。国内でも屈指の老舗自動車メーカーであるダイハツは、1966年に本格的な軽乗用車である初代フェローを発売し、1970年に2代目フェローが登場すると、駆動方式が FR から FF になり、車内空間が広くなったことや、フロントがストラット、リアが
セミトレーディングアームの四輪独立喧嘩となるなど、大きな進化を果たし、社名もフェローマックスへ改名されました。さらに、発売から数ヶ月後には、360cc 時代の軽自動車で最強となるフェローマックス SS が発売。ツインキャブ仕様の水冷2気筒2サイクルエンジンは最高出力40馬力を誇りました。また、1971年にはピラーレスハードトップを採用したよりスポーティーなルックスのフェローマックスハードトップを追加。上位グレードの GXL と SL には同じくツインキャブ40馬力のエンジンが搭載されるとともに、前輪ディスクブレーキや空気抵抗を考慮した砲弾型フェンダーミラーを装備するなど、若者を中心に人気を博しました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。